家康公に忠義を尽くす鬼と呼ばれし曽根頭、時に草の者を束ね神君伊賀越えに手向こうをあげた。我が身すでに鉄なり、我が心すでに空なり、我こそ徳川軍の忍び頭、服部半蔵正成、主こそ乱世の光、拍手じゃあ。直虎様より受け継いだ井伊家の誇りを守らんと、赤き家田の旗のもと戦場を切り裂く井伊の赤鬼、俺に贈るるは男にあらず、我こそ徳川軍先鋒、井伊直政。はい、恩礼の権宮城殿の我が信念、幾度の苦難を乗り越えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝、400年の時を超え再び燃える三河武士、我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎、家康。いやさ、グレート家康公、青い武将隊。出生の地岡崎にて活動している武将隊でございまして、平日は月曜日から金曜日までおもてなしをしておりまして、土日祝日は今のようなグレート M なるものを行っております。岡崎公園、岡崎城、戸川康子、そしてネオパーサー岡崎の魅力を伝えるべく参りました武将隊でございます。どうぞ
よろしくお願いいたしますね。喉をここに置いてくつもり。置いてくつもりです。置いてくつもりでおる。今日は1公演だからね。やめときな。明日からもあるから。、今日は何って、はい、半蔵、はい、初めてなのネオパートが来んの。そうなんじゃ。そうでございます。いかがで満喫したかね。満喫しました。お、何食うの。わしはね、服部半蔵なんですけども、別名が服部パンゾーというぐらい。聞いたことない。初めて聞いた。みんなね、知ってるよね。初めて聞いた。皆さんご存知。知らない。服部パンゾーは、なんとここでね、こうパンの虎という、まあござるね、お店がございますよね。ね、2023年5月にギネスに乗った、24時間で1万5455個売った。何を。パン、カレーパンを。カレーパンをね。カレーパンをな。パン、あ、カレーパンを売りました。パンの、あの、パンの虎さんで、ね、ちゃんと欲しかった、お、美味しいカレーパンというね。ハンド、ハンド、はい、商品名だから噛んじゃダメ。噛んでないのよ。名前がトノ、お、美味しいメロン、メロンポテト。もう噛んどるじゃん。噛んどるやないか。お、美味しいカレーパンって言うの。本人、八丁味噌味のカレーパン、本当に美味しい。2個いただいちゃいました、ね。そうなんか。はい。あ、いいね。満喫しておりますよ、わしは。でもね、よかったけども、わしらはね、何故今日ここに来たかと申しますと、あの、昨日からですな、ネオパーサ岡崎では、あの、秋の陣というものが始まっておりまして、この、もうこの中だけではなく、いろんな周りでもね、いろんな催しをやっとるわけでございます。あの、中のお店では、ちょっとお得にいただけるものがあったりね。そうなんだよ。わしなんか今日昼寝に、はい、まさに、まさに今みんなが見てる。え、このガラス扉の向こう側、みんなあの気まずいだろうね、はい、なんか記者会見並みにカメラ向けられてな、はいはい、みんな飯食うとるだけなんだ。籠の屋っていうお店なんだけど、ここへローストビーフ丼だね。これあのもう甘辛いねタレにさ、はい、もうあの自家製のローストビーフなんだ。自家製だもんで、はい、まあテイクアウトあるんだけども、5分くらいで色がちょっと見た目変わっちゃうので、はい、すぐに食べてください。そんなにこの生物という感じですか。そう、美味しいし、味は変わらないんだけどね。あ、味は変わらないんだけども、はい、そう、美味しいね。ちょっと胡椒をかけてピリッとするね。いいですね、大人な味。あらら、これが、ね、これが、はい、普段1500円、お、今日この宴最中には1400円、はい、安くなってる。100円は安くなった。そう、そう、普段1500円はわし高めて手出せないなと思ったんだけど、そんなことないでしょ。え、800万石の大大名ですよ。あ、そう、ね、ネットの1400円はちょうどね、1400円は出せるもん、出せる。そうなんだ。100円はだいぶでかい。でかいですね。100円でかいな。そうなんだ。でも他にもね、そのお店だけではなく、この中のお店、いろんなところでいろんな特典があるんですよね。値引きがあったり、この秋の陣期間限定のメニューがあったり、で、私はあの向こう側、上り線側の方を見てきたんだけども、あの手作りの雑貨であったり、あとね、占いをやってくださったり、で、今日だけ出ておるのが、あの抹茶の神屋というね、キッチンカーなんだけども、あの抹茶のフォンデュの団子が売っとるんですよ。抹茶のフォンデュ、もう直政我慢できず、おもてなし中に食べてた。買っとった、買った。サボリで買ったおかげでね、あの3人であのチラシ配っとったんだけど、一番ハケが悪い。わしがね、それはそんなに食ってるから、ね、もう待てない、もう待てなくなっちゃってるじゃんと思って。でもね、あの抹茶の濃厚な味わいともちもちの団子がめちゃくちゃ合うんですよ。あ、最高だな。そんなお店も向こうにございますので、あのお買い物であったりお食事であったりね、さまざま楽しんでいただきたいと思う。そして本日のみは我ら青い武将隊が出陣をしておりますので、はい、この後の演舞まで最後までお楽しみいただきたいと思います。はい、います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくに。はい、ということで、ね、腹いっぱいですしね、わしらね。そう、腹いっぱいです。体を動かしますか。はい、食後の運動だね。まあ、演舞なんです。食後の運動を見せるのはよくないですね。そうですね。勝手にやるよっていう。見せるものとしてね。はい、ではでは。ちょっと今度盛りだくさんでいきましょう。そうか。はい、では新武士ソード、そしてゴールドエアエオイント噛んでる。殿、殿、あのお店の商品もダメですけど、わしらの曲名もダメですからね。殿、人に言えないでしょ、殿。これは本当にごめん。いや、大丈夫です、謝らない。大丈夫です、珍しいです、殿。新武士ソードゴールドエオイ岡崎ページです。2曲続けてまいり、いざ出陣。
武将が組体操を思い出す。見事成功したら大きな拍手を頼む。では始め。もう注意しろ。土日にまたお越しいただいて、我らの演舞をご覧いただきたいと思う。おさあ、ほら晴れてきたね。晴れてきたね。わしらのおかげかな。晴れ武将隊でございますので、ぜひ覚えて帰ってくださいね。雨が出す分の水分出してんだ。そうですね。全部ここで全部ここでのね。土台やるとき死ぬかと思うんですよ。ずっと雨ダボ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 汗死ぬと思う。ここだけ雨降っとるから。さあでは皆にもちょっとね汗かいてもらおうかな。はあ、そうですけども、なんでこんな動きしたか全然わかんないんですけど、汗かいてもらえる。こんな踊りあります。ちょっとおかしくなっちゃった。でもね、わしらの演舞にはみんなでも一緒に踊れる曲がござるんです。ね、殿。さよう。あれ行きましょう。続いては、官人踊りのお時間じゃー。官人踊り。さあ、簡単な盆踊りみたいな舞じゃ。うん。